いつもよりねあるからね、ワイポイントね、みんなのおかげで。来た、やっぱりいいことあるかも。さあこのアカウントはラミレスしか持ってないんで ZZ がないから確実に止まる。すり抜けんなよ。来たよ、これいいんじゃない今回。よし、勝負に勝ちました。ということでこれで3赤で5体目のゴルフ特攻ですね。いいね、やっぱ 1.2% はでかいな。チャレンジした方がいいか、メンヤか。はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。3赤使った無課金攻略、今回はね、超アップガシャでウサダペコラね、白犬白犬ロリータねゲットしましたんで使ってみた、やってみましょう。一応スキルにもね、S の書もゲットしていきましょう。パズル開始時にデカップに降ってくる、これもなんだろうな。はい、で2日間ガシャやってて今 1.2% なんでね、結構この 1.2% って行きやすいのかなと思ってます。で一応 S の書についてはこれですね、吹雪のとこでね47万ダメージ与えましょうということなんで、それね、お見せしたいと思います。で一応ね、まあウサダペコラは今ね、水星の特大特攻にねなってるので、まあプニットショットの火力とね、強さねお見せしたいと思います。大量消しだね。でデカプに降ってくる、で楽しみですね。ズラズラ、このズラがいいですね。あのプニットショットの時いいなって感じですね。であとはもうちょっとレベルも上げちゃいましょう。技レベルもね一応マックスにして、スキルもな、どうなんしろどうなんしょうね。デカプに降ってくるはでもいいからな、スキルも上げちゃってもいいかもね。よいしょ、じゃあレベルも上げちゃって早速使っていきましょう。いいね、 ZZZ なんでレベルはね80までですね。ウサダペコラはこのアカウントは3アカ持ってる、ただちょっとねサブアカなんで、まあ割とね強くはないのでちょっと微妙かな。あ、ウサダペコラちょうど持ってないんだねこのアカウントね。はい、なんでまあ復刻で回せたらいいなと思いますね。で一応特大特攻に、ね、なってるので月曜日まで、はい、できるだけ進めたいと思ってます。はい、じゃあよろしくお願いします。よいしょ、はい、そしたら吹雪倒しましょうか。1の5だよね。はい、吹雪ね出てきました。 Hi friends、 白髪手ごわいですよということで、吹雪サイバーサバイバーだと思ってたけど、吹雪サイバーは、ホロライブ以外のキャラはパワーダウン、こちらの必殺技に反撃、必殺技は無効、まあこれ攻撃力アップとか無効だね。であとお邪魔玉が来るんだね、ちょっとめんどくせえ相手だっていうことなんですけど、特殊能力を上手に使って戦いましょう。まあ技ゲージ吸収でも、フィーバーゲージ吸収でもないので、まあ行きましょうか。42コンボ、コンボもやんのか。であとミッションねクリアしなきゃいけないので、まあそれを気をつけましょうかねって感じですかね。1297なんで割とすぐやられそうですね。マリンでどうなんだろうな、わざわざやる必要あるんかな。やべ、よいしょ、そんなに困んないか。あ、そんなに困んないね。なんでじゃあコンボをつけてあげて、よいしょ、これでやれば大ダメージ、うん、大ダメージですね。というわけで吹雪はこれで突破と、ステージクリア、消費札ゲット。はい、これでさあおみくじなんでしょう、負けちったが君強いなということで、ではおみくじの結果を、狐吉、そして運勢は、恥ずかしくても一歩踏み出すと良いことあるそうです。なるほど、
あ、時間切れになっちゃった。はい、という感じでギリギリ間に合ってよかったですね。で、これでね、ミッションで、強敵攻略で、これですね、ノウサギの試練、これですね、ノウサギの試練で、あれ、ペコラマックスになってるよな。ペコラマックスになってるので、なってるね。なんで、ペコラは特に S の書がね、今回簡単にゲットできるので、あれ？これ、このペコラでいいの？水着ペコラか？ロリータの方だよな。はい。これで限界突破。いいね。おお、何これ、マジか。で、あとこれで、47万以上でね、ロリータゲットですね。いいじゃん。なんだ、ホロハート今30個かい。あ、すごいいいね。あ、違うな。あ、ペコラすごいね。何凸もできるんだ。はあ、じゃあこれ、凸っちゃいましょう。いいじゃん。はい、そうだ。それと忘れてた。書がね、あるんで、私ね、前回、おはじきはクリアしてたので、書はあるんだけど、あれがない。復刻待ってますって感じですね。はい。スキル2。これでね、パズル開始にデカプに降ってくる。じゃあこれ、もう一回見ましょうか。どういうことなんだろう。よいしょ。これいいなぁ。60万でしょ。なんか、あー、こんな感じなんだ。めっちゃいいな。え、これ強いぞ。へぇ。なるほどね。もともと大量消しだったんだよな。だから安室さんなんていらなかったんだな。はい、という感じで、なかなか良きですね。いいですね。はい、じゃあちょっと7回倒しましょう。ミコが出てきちゃったな。ちょっともう一回行きましょうか。これあれだな、ウサダペコラとマリンとか相性いいな。これでも強いよな。デカプに降ってくるんだからさ、これでマリンやって、うん、いや、これ強いよな。強いっていうか使いやすいわ、これみたいな。あれでも操作しやすいというか、これはあれだね、あれだよ。なるほどね、なるほど。ということで、一応ミッションね、全部やったかな、7回。貫突ってやつですね。これで、7突までいけば、ほとんどね、UZ みたいなもんだよね。体力とか攻撃。完成じゃないんだけど。これはいいな。ちょっとメインアカウントもう10連回そうかな。なんか強いっすね。なんで、じゃあちょっとおはじきの方のね、もう特大特攻になってるので、 1.2% だからな、当てやすいよな。ちょっとこれで、はい、一応ね、スキルもあって、で G は 2G も3にしたいぐらいだな。はい、デカプに降ってくる 20% であんなに、そっか、 20% でもなんかすごいよな、あれ。スキルはあんま上げない方がいいのかな。まあとにかく強いっすね。しかもコマさんで可愛いしな。はい、じゃあちょっとおはじき今度お見せしますね。いいね、使いやすい。はい、勝利来ましたね。そしたらまあ6なんですけど、フルパワーやっていきましょう。一応ね、まあサブアカだからあまり強くないんだけど、スキル2もね手に入れたし、どんぐらいパワーがあるかと、できたらミッション来てほしいね。
ミッション期待。これも技レベル4。ちょ、種族効果アップ妖怪。薄ら影これしかいないんだよね。なんかいたっけな。黒竜さんだね。さあ、ここでミッション。ミッション。来なかった。しかもなんか変なミッション。これはちょっとあれだな。ちょっと安全に行く。打った瞬間49,472か。なるほどね。はい、こんな感じか。ちょっともうちょっといい配列、いいミッションで来てほしかったけど、まあこんなもんかな。まあ一応3赤あるんでね、3赤でぶっ放して倒しちゃいたいと思いますが、まあ7万ぐらい削ってくれればいいかな。はい、というわけで火力もこんな感じですね。まあちょっとこれは特大特攻とはいえ最低だと思うので、まあ約7万からもうちょいね、配列も良ければミッションも良ければもうちょっといくのかなって感じですかね。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、もう7やっちゃおうかなね。はい、すいません、またお会いしましょう。さよなら。10やっちゃおうかな。でも水星持ってんだよなこの赤。はい、ちょっと検討してやってみます。